歌舞伎俳優の市川海老蔵さんが自身のブログを更新。この日、海老蔵さんは、行こう行こう、今日の行きたいところ、と記し、長女玲香ちゃん、長男勸玄くんと3人でゲームセンターへ行った様子を公開した。続いて、運よく100円で撮った、すごと続き、ぬいぐるみとツーショットの玲香ちゃんが映し出されていた。最後に、やりました食べきれないわと、板チョコのタワーを崩してゲットした様子の写真で締めくくっていた。この投稿にファンからは、れいかちゃん100円で撮ったのですか？すごいな。運持ってるね。すごい。チョコレートしばらく困りませんね。と、たくさんのコメントが寄せられていた。私も若い時以来、パンチゲームで少し真剣に。市川海老蔵。最後までご視聴いただき、誠にありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。